だい兄さん、よそ者かい。まあな、そんなとこだ。なあ、あの剣は何なんだ。妖精武器のフューリーさ。あれはこの町ができる前からずっとあそこに刺さってるんだよ。いまだに誰にも抜けない不思議な剣でね、たまに腕自慢が剣を抜こうとするんだが。ふん、剣を抜くと何かいいことがあるのか。どうだろうね。フューリーを持つとどんな願いでも叶えられるって伝説なら子供でも知ってるけどね。なあ兄さん、腕っぷしに自信があるなら挑戦してみたらどうだい。そうか、どんな願いでも叶うなら飯食い放題だな。見つかったわ、衛兵たちよ。どうぞお前、俺は
を助けるために犠牲になれ。俺はご主人様だからな。当然のことだ。何度言ったらわかるの？私はパートナー。ボブとボブよ。ほら、戦いなさい。ファン、私を使ってフューリーの力を使うわよ。フェアリンク。
確かに助けてもらったしな。借りは返さねえと気分が悪い。でしょでしょでしょ。もう本当は優しいくせに無理しちゃって。だが一つだけ条件がある。あ、条件？さっきの衛兵の生き残りか。しつこい奴らだ。うっとうしいぜ。できる。今のファングのテンションならエアライズできるよ。エアライズ？タコライズの仲間か。バカ！フェアライズよ！フェアライズ！だからなんだよそのフェアなんとかは。いいから叫んで！フェアライズ！叫べばいいんだな。フェアライズ！恥ずかしい思いしただけじゃねえか。だからフェアライズじゃないって言ってるでしょ。ズーよズー、もう一回行くわよ。行くぜ。一安心だ。さて、それでお前の記憶はどうすれば取り戻せるんだ。フューリーを集めればいいのよ。そのうちきっと私のことを知っている妖精と出会う。
るわ。出会えなかったら100本全てのフューリーを集めれば女神が復活する。そうすれば全て思い出せそうな気がするの。100本全部？ずいぶん気の長い話だな。大体その女神ってのはどこの誰なんだ。古の昔、この世界の平和を司っていた神様のことよ。今は深い眠りについているけど。眠っているのを起こすのは申し訳ない。俺としてはとっととお前の記憶を取り戻し、こんな冒険をやめて元の生活に戻りたいところだ。まあ何でもいいわ。とりあえずフューリーを集めましょう。確かに俺様はかっこいい。ところで誰だお前。私ロロ、便利屋やってるの。お兄ちゃんフェンサーでしょ。それじゃあフューリーを探してるんだよね。お得な情報も売ってるよ。なんかうさんくさい子ね。本当に使える情報なの？もちろん。でもお金はちゃんと払ってね。私値切る人って大嫌いなの。おお、話が早くて助かったぜ。それじゃあ早速一つ頼んですっか。はいはい、ワイド。フューリーの情報ね。でもその前にお代の方をいただきます。今日は特別サービス、このお値段にしとくね。高っ。仕方ねえだろ、この際あれよこせ。なんだ、結構持ってるじゃねえか。どうしたんだこの金、まさか盗んだんじゃ。アンドルフォのあなたに言われたくないわ。まっとうに稼いだの。妖精がその気になれば軽いものよ。特に私のような可愛い妖精はね。なるほど、世の中にはマニアックなやつが多いからだね。わかるわかる。はい、毎度。ソーヤルソーレンにキュウリがあるらしいよ。結構強いモンスターが出るらしいから頑張ってね。それじゃ。そうよるそうよ。お前一人で行ってこいよ。何言ってんの、私たちは二人で一つなんだから。ほら何グズグズしてるの、さっさと行くわよ。分かってるっつうの、遠慮すんな。
る気なくさないの。ほら行くわよ。さて、悪いね。くだが。
引き抜いてずらかろうぜ。
よ。私が旅行クラピチア、チャンスだ。はかれててもらおう。やるわ。それ覚悟して。
ました。パークさん、なかなかにお強いですね。あら、どうかしましたの？いや、意外で。お前のことだから、俺たちが戦ってる間にずらかるかと思った。だよね。私、そんな失礼なことはしませんわよ。それより一つ提案がありますの。あなた方にとってこれ以上ない嬉しいことです。提案？あなたたち、マジで私の下僕にして差し上げます。どうです、素敵でしょ、嬉しいでしょ。はあ、あなた方のように腕の立ち方が一緒ですと、とっても心強いですわ。私のようにか弱く美しい女が一人で行動すると、どうしても先ほどのようなことになりますし。みんな勝手だ。なんで私らがあんたなんかと組まなきゃいけないのよ。ほら、あなた方にとってもメリットがありますわ。戦いの時、人数が多い方が有利でしょ。それに私、演者が宿を経営しておりますので、お泊まりの場所も提供できましたよ。冗談じゃないっての。誰があんたみたいな腹黒女と。その宿の飯はうまいのか。もちろんですわ。どこぞの三つ星レストランからシェフを引き抜いてきたと聞いております。よしくま、飯部屋でかい。いや、それだけじゃねえ。あの女の言う通り、その方が戦闘が楽だな。フューリーだって集めやすいじゃねえか。って、あんた、あの女にフューリー集めやらせて自分は楽しようとしてるんじゃないの？さて、宿に案内しろ。三つ星の飯でも食おうじゃねえか。ええ、ついていらしてください。ちょっと待ちなさいよ。